どうじゃりょうすということで、今日なんですけども、総書月から、2021年ファーストデリバリーやってまいりましたので、ご紹介しようかなと思います。はい、一発目はこちら、コートですね。トレンチコートでございます。はい、その名も街灯という感じでございますね。まあ、オーバーコートのトレンチコートなんですけども、ですね、後でね、ちょっとお見せするんですけどね、実はこれ、こういう感じでですね、まあ中ちょっと何ていうんですかね、レイヤードっぽくなってるんですよね。だから何ていうんですかね、ここわかります？中にちょっとこの袖をね外して着ることができるような、こういうアームホールがそのままガバッと開いてるんですよね。ちょっと後で着てご紹介するんで、今僕が喋ったことは分かりづらかったかもしれないですけど、はい、トレンチコート、これがね結構ガバッと着れる感じで、バサッと着れる感じでかっこよくてですね、でね、生地もね、いいんですよ。生地良くて。生地がね、非常に良くて。はい。まあ、つべこべ言わず、ちょっと早速着てみようと思います。はい。着てみました。どうでしょうか。はい、最初に行ってきます。こちらですね、サイズ44で、お値段9万円でございます。はい。こんな感じです。どうでしょうね、サイジングシルエット的なところ。まあ、やっぱバサッとでかいっていうのと、あと特徴的にはやっぱね、袖がで、だいぶ太めなんですよね。本当パンツくらいあるんじゃないかっていうぐらい、太めの袖でございます。はい。で、いくつかポイントがあるんですけど、じゃあまず最初さっきちょっと腕を通せるみたいなことをね、言ってたと思うんですけど、あれをちょっと言うと、こういうことですよね。袖を外して、着ることができると、こういうことです。ここから袖出せるんですね。袖出せます。こうやってできます。はい、そういう感じのことです。なのでここちょっとね、こうなってるんですよ。バーンとカバッと開いてます。はい。そして、この袖周りの話で言うとね、袖もねこれ太いんですけど、こういうふうにボタンで、ある程度絞れるようになってますので、これでこうやって絞っていただくと、ちょっとこうね。はい、袖口もそばもこう狭くなってですね、割とちょっとシルエットにも変化が出るしね、だいぶ近くないですか、左と右。こっちボタンしてないですけど、こっちボタンしましたけど、これボタンしてまあやっと普通くらいのコートの、袖口になる感じかなと思います。だいぶ違いますねみたいな感じで、今前はね閉めてきてますけども、まあ、開けるとどうなるかという、ね、これねちょっとボタンのね位置もねちょっとずれてるんですよ。ずれてます、こっち少しねずれてまして、でこう結構ねこのね生地がね、さっきも言ったんですけどめちゃくちゃしっかりしてるんですよね。これ生地いいです。あ、首の服が取れない。あ、取れた何してんねんだろう。はい、こんな感じですね。前開けると、はい、前開けてもかっこいいですけどね、ちょっとねだからいわゆる一般的なトレンチともまたちょっと違うんですよね。トレンチコートともまた雰囲気が違う感じで、うん、かっこいいですね。前開けてもで、ソウラです。で、またさらにこれポイントがあるんですけど、ポケットがめちゃくちゃでかいんですよ。見てください、これもうバッグなんですよね、これほぼね、ちょっとしたショルダーバッグくらいの大きさの、ポケットがついてて、しかもこのポケットの中にも仕切りがつけられてたりもするんですよね。ちょっとね、なんか多分見えないと思うんですけど、ポケット待ちつぎだしね、この iPad くらい入りますね。ぶっちゃけこのコートあればバッグいらないのかなっていうか、もう財布とか携帯とか、まあそういう小物レベルの話じゃないというか、もっと、大きな荷物とかも運べちゃう、入れられちゃうっていう、ね、感じですね。内ポケットも斜めに入ってまして、こんな感じのコートです。まあかっこいいですね。まあ今までねあまり出してこなかったような感じのコートかなと
思いますんで、はい、ぜひともですね。結構僕思いますけど、こういうトレンチコートとかあってね、割といろんなブランドさん出されますけど、結構しっかりしてるんで、しかもこれ大きいじゃないですか、ね、袖とかも含めて、割とこれ冬とかでもいけんじゃねっていう、中着ればの話ですけど、中ニットとか着れば冬でもいけるっていうくらいのこの生地の感じ、これツイルですかね、すごいしっかりしてます、生地が厚手で、生地いいなと、うん、いいですね。で、生地がしっかりこう張り越しあって、しっかりしてるんで、やっぱこの襟の辺とかもね、こうやっぱ形がやっぱ綺麗にシャープに出るっていうか、うん、僕結構この生地好き、この生地好き、こういうベージュのちょっとトレンチ系のね、生地っていろいろあるんですけど、この生地好きですね。はい、そんな感じで、ございます。いいのではないでしょうか、カバット着ていただいてね。ということで、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひともチェックしていただきたいの、いただきたいのと、基本的に再入荷ございませんので、よろしくお願いします。はい、そんな感じです。では。